りまして1回転第3試合向かって左加藤重様向かって右順平アナコンダ様前へお願いいたします。戦争はい、なるほど。戦争で、はい、ありがとうございます。あんなに太ももが出るんですよ。まあ、一言ずつ伺っていきましょう。加藤重様、一言お願いします。はい、加藤重です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、なんか、なんかさっき遅れてきたんですけど、うんこしてたんじゃないですか。みんなで、うんこマンって呼びましょう。小学生みたい。それでは順平アナコンダ様一言お願いします。お待たせしました。おまたげしすぎたのかもしれません。うんちしてまーす。近寄ってくらいパクってましたね。そうですね、まあ、失礼しました。ジャケットなどで大丈夫ですと言ったら私です。順平さん来る時もジャケットだったんですけど。それでは、2人へのお題はこちらです。ロダンの考える人が登場するクソみたいな CM。 ロダンの考える人が登場するクソみたいな CM。 このお題です。サーフォンガンスター懐かしい CM であります。ロマンスね、英会話教室の CM。 はい、順平アナコンダ様。小林製薬。そういうクソってこと。南弁関係の電車に座ってるような。確かに、なかなか出ない時が多い、ね、参加する時年齢制限があるので、昔のちょっとそうですね、皆さん知ってますよね、 で出したりすることがございます。はい、加藤重様。いくら考えてもわからないよ。間違い探し DS。 順平アナコンダ様。予備校の CM なんですけど、こいつが立って志望校を目指し出すちょっといい CM。 本当にギリありそう。あんまりなんか立ってる考える人見たことないですね。加藤重様。皆様、ようこそお越しください。ロダン展開催。あるかもしれない。こいつが言う。あるかもしれないし、ロダン展ならこれ出てきます。出てこないわけないです。本当はね、地獄の門っていう作品の一部分っていう話はね、はいはい、地獄のことを考えている人はしますか。さあ、残り1分20秒程度。地獄の門自体はね、上野公園に行きますと見られます。はい、順平アナコンダ様。ここの角度、90度っていう分度器の CM。 そんな CM だな、加藤重様。ブリブリ、ほんとにうんちしまーす。うんちデールっていう便利屋。残り45秒程度です。はい、順平アナコンダ様。椅子の CM。 座り心地って思ってるでっきりひらがなの椅子でした。残り20秒。加藤重様。岩の CM。 岩がない。岩から掘り出す。岩を売ってる会社の CM 見たことない。順平アナコンダ様。パリの CM。 さあ、ここで時間が来たのでペンを置いてください。加藤重様。ゾウの CM。どちらが面白かったか、片方でもどっちができます。それでは、向かって左
という加藤重様が面白かったら拍手、向かい手に勉強アナコンダ様が面白かったら拍手、もう一回行きましょう。私の後ろに参ります。はい、冬のお兄様は、まあ、真ん中に、はい、加藤重様が良かった方拍手、勉強アナコンダ様が良かった方拍手。一応僕は受けます。それでは、せーので名前を呼びましょう。はい、せーの、純平アナコンダ少佐。乳首が出るともうそれは清掃ではない。羊毛フェルト。